はい、始まりました。お手軽絵手紙。お手軽にお気軽にあるもので始めよう。お家にあるものでということで、不要になった空き容器や卵パック、豆腐の容器、100均で見つけてください。はがきですね、はがき、絵の具、まあ、なくてもいい、クレヨン、あるお家にあるもので、絵の具の場合は筆、輪郭線を取る筆記用具、黒でもいいし、黒がなかったらクーピーとかでも代用できます。クーピー、赤ペン、台所にある野菜、庭にある草花、モデルになる野菜とかお花があると、こういう材料、お家にある身近な材料で絵手紙始められますよ。そういうやつです。そういう感じです。モデルはお家にあるもので。じゃあ別にてっぺんを持たずにやります。この真ん中のヘタのとこから描きます。好きなとこに描いていいです。子供に戻ったつもりで自由にのびのびと。ここから描いてます。Thank you.
ここでワンポイントリリチューブ。今日は絵手紙の3つの素、まあ素とも読みますがの話です。絵手紙は素顔がいい。何度も練習をしたり下書きをして本番に臨むというスタイルとは違い、その時その瞬間に出せたもの、書けたものを大切にしています。修正をしたりダメだと言って書き直すことをせずに、素顔の自分でありのままをさらけ出しましょう。2つ目、素朴。加工したり飾り立てない自然のままがいいですね。3つ目、素直。枠にはまらず自由な発想でのびのびとこうしたいなという素直な自分の感覚に従いましょう。これが絵手紙の3つ目のポイント、素直です。今回はテーマにも沿ってできるだけ素顔な感じで撮ってみました。いかがだったでしょうか。何かコメントくださると感想などコメントくださると今後のリリチューブがより良いものになると思います。よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。はい、絵手紙リリチューブ、今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。お気軽にお手軽に絵手紙始めようということで、身近な素材や画材を使って描いてみました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもお願いします。また次回までごきげんよう。